日本大阪府仙南市、タルイ・タルイは、大阪府仙南市の地名。現行行政地名は、タルイ1丁目からタルイ9丁目及び大技タルイ。本校では、同地域に、かつて存在した仙南郡、タルイ村、タルイ町についても記す。仙南市の中心部をなす地域で、仙南市役所の所在地である。東で、岡田、成滝、新立牧の、 新立市場、西で男里、南で馬場、北で、臨空南浜に接する。北端を南海本線が横断して、樽井駅が所在し、南西から北東へ直角に、大阪府道、和歌山県道63号泉佐野岩出線の、新道、旧道が通過する。南海本線と並行して、大阪府道250号鳥取吉見泉佐野線が、横断。 不動63号9道が南西から北東へ直角に曲がるたるい交差点で、西から大阪不動204号堺阪南線、北から大阪不動255号たるい停車場、たるい線が接続する。一部の区域で住居表示が実施され、大技たるいは飛び地上に散在する。幕末時点では、ひね郡ん、たるい村であった。岸和田藩領。 岸和田藩は、寮内の民生に関して、七人称やという制度を設けていたが、このうちの一人として、樽井村の脇竹が任ぜられていた。2020年4月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ほぼ全路線が樽井駅発着。樽井村に関するカテゴリー、たるい町に関するカテゴリー。ありがとうございます。